こんにちは。センターセリラルのビデオメイキングアーカイブ IL 通信の第47回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は、前回の続きで、GC のその、マーク&スイープのスイープのところについて考えようかと思ったんですけども、マークでまだ考えてない部分があるのを忘れてまして、引き続きマークのことをちょっとやろうかなというふうに思います。前回はですね、スタックの、スタックっていうのは評価スタックではなくてですね、この CC の、ローカル変数とかが入ってるこのスタックの、探索ですね。これをどういうふうにやるかっていうことで、最初に引数で持って回る方法を示したんですけど、まあできれば引数に渡したくないということで、2つ目の方法として、グローバルな、探索用の、リンクリストが保持できる、まあそういうポインターを保持する場所を用意しておいて、そこから、リンクリストで、各項目を探索できるようにすると。で、まあそうするにはどういう構造になってればいいかみたいな話をしました。で、まあこれでいいんですけど、これの他にまだ考慮しなきゃいけないことがあるので、それを考えますと。で、何かというと、前回まで話した方法では、この例えば、こういう関数の中から参照されている、クラスのインスタンスですね、のポインターは追跡できるけど、その、クラス、まあ実際には構造体ですけども、構造体の中に格納されているポインターですね、これらを追跡することができないっていう問題があります。で、中身ですね、例えば対象となる、これは C シャープのコードですけど、C シャープのコードで、こうですね、C シャープのクラスの方。で、こいつは今、フィールドとして、まあ、この2つありますよね。パブリックイントバリュー2とかあります。これ、まあ、プリミティブタイプなんでね、別に問題ないんですけど、これが、もし、別のクラスを参照している場合は、このクラス自身が、GC によってそのマークスイープで回収されるってことも期待しなきゃいけないし、また、この各フィールドが別のクラスの参照を保持しているんであれば、その、保持している参照についても探索に加えないといけないですね。ということで、これだけでは要するにこのクラスが、メソッド、さっきのメソッド実装の方から参照されているか否かということを追跡するだけではダメで、その、このクラスが内包する、別の、オブジェクトリファレンスについても調べなきゃいけない。しかもそれは、1個のフィールドだけじゃなくて、おそらくフィールドは N 個あるだろうということが想像できるし、さらにその、先のクラスの、インスタンスが別のクラスのインスタンスへの参照を保持している可能性があるので、なので、探索は再帰的に行われなければならないという問題がありますね。まあこれをね、どういうふうに対処していくかっていうところがポイントになるんじゃないかなというふうに思います。で、再帰的に探索するっていうことはですね、実際にマークするときですね、マークするときも、マークの関数ですね、前回こんなコードになるんじゃないかってことで仮に書いてみましたけど、これですね、ここで、まあ、P が見つかった場合ですね、まずその P はマークされます。そしてこの後ですね、ここでおそらく、リカーシブ、リカーシブマークの、要するに、再帰的なマークの処理、マーキングの処理をここでやらないといけないということになりますね。で、まあ、再帰的な処理なんで、なんとなく、ちょっとこのままじゃダメですけど、
この辺の処理全体をこう再帰構造に、普通に再帰関数として定義して再帰呼び出しにしてやれば、一応目的は果たせるんですけど、それでもいいんですけど、それだとあれですよね、その探索がネストしていく場合に、どん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 こうスタックを使ってしまいますよね、自分で再帰すると。で、まあ残念ながら C には末尾再帰最適化という機能はないので、なので、まあそこをうまくやってループに展開するってこともできないので、ここではどうにかして、そのまあできればですけど、できればそのスタックがネストしないような形で実装してやる必要があるかなと。で、まあ幸いなことに今現状でも単にリンクリストをたどる単純なこのループですね、単純なループで、リンクリストをたどるような感じでスタックを消費しないような実装になっているので、まあ、これの延長上で実装できれば、まあ、一番ベストかなという気がしますね。はい。で、あとですね、前回のこのエグゼキューションコンテキストで示した方法だと、1個のこの、検出しなければならない、オブジェクトリファレンスの、ローカル変数が存在する場合、それごとにリンクを構成しないといけなかったですね。これだとローカル0に対して、リンクを1個挟む、この行ですね、リンクを1個挟むことをしなきゃいけないし、こっちのスタック0ですね、こっちにも、オブジェクトリファレンスが格納されることになるので、こちらについてもやっぱりリンクを接続してやる必要があるということで、まあこれなんか2回リンク接続しているので、まあちょっと無駄がありますよね。で、このあたりを、まあうまいこと整理すると、そうすると先ほど言ったじゃあネストした要素についての探索も、まあ、なんかネストした先のその構造体とかクラスのこの定義の中を調べるときにも、まあ1回だけなんかリンクを貼っておけば、そうすればここの中についても同じように調べることができるみたいな、まあそういうような構造に持っていけるんじゃないかなっていう気がしますね。で、まああわよくば今スタックでリンクリストをスタックのその追跡のためにリンクリストを構成しているこの構造と、まあ、全く同じものを、そのクラスの内部を探索するときにも使えれば、そうすれば、まあ、完全に流用できるようになるので、まあ、そこまでやるとですね、そうすると単一のこのループですね、このループだけで処理ができるようになるんじゃないかなというような展望があります。ということで、まあそういうふうにするにはどうしたらいいかみたいなことをちょっと考えようかなと思っています。で、まあアイデアはすでにまた例によってあるんですけども、これ今現状はこのローカルゼロに対してこのローカルゼロコンテキスト、それからスタックゼロに対してスタックゼロコンテキストという2つのエグゼキューションコンテキストのインスタンスをわざわざ用意してるんですよね。なので、これをどうにか1個とかにできればしたいと。で、まあ、C 言語にはですね、まあ、幸いというか、なんというか、それ、無名構造体を使うって方法もあるけど、どうしようかな。じゃあ、どういうふうにやろうかって今一瞬考えたのは、ここでですね、まあ、ちょっと、宣言位置がいかんですけど、C 言語には無名構造体が作れます。無名型の構造体のインスタンスが作れます。ややこしいな。まあ、こんな感じでね。で、例えばこれを、どうしようかな。ファンクションコンテキストみたいな名前をつけて宣言するみたいな。風にできます。そして、この構造体の中にですね、ボイドアスタープレビアウス、これはリンクリストのリンクに相当しますと。それからまあ32ビットもいらんような気がしますけどね。
8ビットでいいかな。そうとは限らないかもしれないな。ポインターの配列とか言うともっと多いかもしれない。まあ仮に今ちょっと8にしときますけど、unit8t のカウントを持たせます。そしてこの次から、void aster star、 void aster star でいいかな。 void aster star、 ポインター3つかな。ちょっとどっちだ自信がない。まあいいや、こうしとこう。じゃあこうしますか。void aster star の、なんだろうな、ターゲットこんな感じかな。こんな感じですね。はい、こんな無名構造体ですね。 無名型の構造体のインスタンスをこんな感じで用意しておきます。で、リンクの接続の仕方は今まで通り、なんでちょっとこれもう一度書き直しますかね。ごめんなさい。ここからここまでがいらないかな。こんな感じかな。で、ですね、まずこの無名の構造体を、これカレントコンテキストプレビア、これはいりますね。このプレビアスはこれと一緒となるので、まあ別にもう保存する必要はないので、こういうことです。ファンクションコンテキストのプレビアスはカレントコンテキストという感じで、現在のコンテキストへのポインターをプレビアスに保存しておきます。保存しておけるので、最後復元するときにはこれを使って復元すればいいと。ここまずいいですね。それから、コントじゃない、カウント。こう。で、ごめんなさい。ここはですね、ここは、こうかな。ローカル0と、それからスタックゼロみたいな、まあ名前は適当でいいんですけど、まあこんな感じで宣言しておき、ちょっと同じ名前っていうのがね、紛らわしいんで、まあ、一応 P つけておきましょうか。 P ローカルゼロと P スタックゼロみたいな感じでね。で、ここの P ローカルゼロはローカル0のアドレスを入れます。そして pstack0 には、ansco-stack0 これのアドレスを入れておきます。そしてトータルでこいつらはカウントが2個、2っていうのは、この2つあるっていう意味です。これがエントリーが2つあるみたいな感じですね。こんな感じの無名構造体の、インスタンスをスタック上に、C のスタック上に作って、で、まぁ、こんな感じでセットアップをすると。これ微妙だな。初期化をしてから最後にポインターを格納して入れ替えるみたいにした方がいいかな。安全かな。ものすごい細かいことですけど、この構造体の初期化が終わるまでは、この構造体のそのそれぞれのフィールドは未定義状態になります。なのでリンクを先にリンクリストを先に成立させてしまうと、その瞬間GC が走った時にですね、ぐちゃぐちゃな値を参照してしまうので、なのでリンクを構成するのはリンクを結合するのは最後に持っておきます。でカレントコンテキストにこのファンクションコンテキストのアドレスを入れるという感じですね。で、問題はこれ無名なので、
まあ、実はこれ波線出てるんですけども、キャストができない、これ無名の、構造体へのポインターってことになってるので、これ見るとストラクトアノニマスファンクションコンテキストになってますね。無名の型です。なのでそのまま代入できないんですが、受け側は受け側でまた、エグゼキューションコンテキストのポインターってことになってるんですね。カーレントコンテキストが。で、まあそれはこんな構造になってますみたいになっているので、どちらにせよですね、これはなんかそのまま入れることできないし、エグゼキューションコンテキストにキャストして入れるのもまあ微妙ではあるんですが、一応つじつまを合わせるためにここをまあこんな感じでキャストしておきますと。で、これでこの関数内でのそのセットアップはできたということになりますね。で、じゃあ、こっちですね、取り出す方どうかというと、この、構造体の中のレイアウトは、まあ、プレビアスはいいかもしれないけど、ここが違いますよね、ここら辺が。これ直しておく必要があって、uint8t のカウントですね。で、ここでまあカウントの意味がはっきりすると思うんですけど、これ以降のそのエントリーがいくつあるのかというのをこのカウントで表すようになっています。そしてターゲットはポインターが格納されているんだけど、いくつ格納されているのかはわからないので、まあとりあえずこんな感じにしておくと。これ0でいいですね。0でいいです。はい。で、このエグゼキューションコンテキストってこの0個配列が入っているので、実際にはこれインスタンス化できないので、あくまでもポイント参照だけということになります。それねが、ここでエラーになるかな。これなりますとは言ったけど、これまずいですね。なんか1とか少なくとも1にしとかないとまずいかな。はい。まあどちらにせよですね、1個以上はあるはずなので、まあこれでいいような気がします。で、ルートコンテキストは0で全部初期化されて、カレントコンテキストにとりあえずこれが入ります。まあ、これはいいですね。終端検出は、どうしたらいいかな。なんかカウントが0個だったらとかいう条件でもいいのかもしれないですね。で、これを呼び出します。呼び出すことができますと。で、マークフェーズ。そうそう、分けましょうか、これ。ボイド、まあ、マーク&スイープみたいな感じの関数があったとして、ここの中でマークスイープの処理をするというような感じで、ちょっと分けますかね。わけわからないので、こんな感じで。で、メインの最後でちょっととりあえず仮デバッグとかで動かせるように、まあこういう呼び出しはしておくと。で、マークスイープの、処理をするんですが、で、ここでまずカレントコンテキストの、現在のそのポインターを、入れておいて、そいつがヌル以外の場合続けますと。で、カレントの、ターゲットは、これ今そのまま取り出すことはできないので、まず、uint8t カウントイコール、カレントのカウントと。まずその要素がいくつあるのかっていうのをこれで確認すると。で、こいつの回数だけ41、いや41じゃない、4ですね。あまりにも C シャープに読されている。4をあーバーでもないですね。何をやってるんだ。uint8t index イコール0、index はカウント未満の時、index プラプラで、で、この index ごとに、カレントの、カレントのターゲットですね。のインデックスの値を参照すると、今まで通りポインターが得られますと。
なので、そのポインターが今ボイドアスタースタなんだよな。だからこの値をちょっとなんか分かりにくいのでこんな感じにして、で uint8t の、ターゲットエコールみたいな感じで、そのインデックス番目のターゲットのポインターを得ておきますと。で、まあこれが得られればですね、そうすれば、コモンのポインターも得られるので、もうこれ一緒にやっちゃいますか。あ、ダメか。計算はダメですね。まあいいや。じゃあ、こんな感じ。まあコピペでやりましたけど、こんな感じで、P の位置が特定できます。で、残る処理は同じですね、やり方としては。こんな感じで、P が、ヌルじゃなければ、そうすれば、その P の先の GC マークのフラグを立てておくという感じですね。はい。で、まあ、リカーシブマークは、まあ、結局、これからちょっと考えないといけないですけど、まあ、こんな感じになると。これで、1個の、コンテキストの N 個の要素について全て調べることができると、4の中で調べることができますと。で、全部調べ終わったら次のリンクに進みます。なので、4が終わった後ですね。まあ、なんでこれはそのままなくなり、リンクリストの次を探索するようにすると。で、まあ、そうするといつか、プレビアスがヌルのところに出くわす。それルートですけど、出くわすので、そしたら終了するという感じ、ファイルを終了するですね。という感じになります。はい。で、こうしておけば、そうすれば、この無名構造体と、その中の、まあ、半分決まったフォーマットですけど、まあ、こんな感じのものを、定義しておくことで、リンクリストのセットアップ回数が1回だけで済みますね。1関数あたり1回で済みますと。それぞれの中身が参照する先の面倒はまだ今見てないんでダメですけど、関数1個については少なくとも1個だけで済むと。もちろんこれ、この関数内で、オブジェクトリファレンスを全く触ってないんだったら、まあ、これすらやる必要ないですよね。まあ、そんな感じで最適化はできるかなというふうに思います。まあ、残るコストはですね、見れるとするとこのあたりですかね。このあたり。で、カウントに2を代入するっていうのをなんか削減したいなっていうのは確かにちょっとあります。でも難しいよな。どうやってやらせるかですよね、それね。動的に判断できないといけないので、つまり、このファンクションコンテキストは、どこの定義がどのようにこうリンクリストに追加されたり削除されたりするかわからないので、 そしてその定義によってカウントの、要するに このフィールドの数ですね、ポインターのポインターを保持するフィールドの数がいくつになるのかわからないので、なのでちょっとこれはどうにかしたいけどどうにもならないみたいな感じですね。うん、あとは、このポインターのセットアップも、まあ、ちょっと気になるところではありますよね。これ、まず一つ、まあ、この行の代入ですね。これは、多分、1命令では終わんないかな。2命令だよな。多分ね、2命令ぐらいはかかるような気がしますね。下手すると3命令ぐらい。いや、1個の代入あたり3命令。4命令いくのかな、ちょっとわかんないですけど、まあそのぐらいかかりますと。本当はこれをなんかこうスタティックに判断したいですよね。特にこのアドレスって実行時のアドレスはもちろん不明なので、ここでこういうふうに式で書いた通りに計算しなきゃいけないんですけど、でもまあ実はこのどういったローカルゼロとこのスタックゼロですね、これが、C の、評価スタックじゃなくて C のスタック上を、
オフセット的にどのぐらい離れているのか、これだとまあなんとなく間にローカル位置が挟まってて、この宣言した通りにメモリが配置されるとするんだったら4バイト離れてるってことですよね。まあ実際に、自分自身含めるので8バイト離れている、あポインターだから分かんないですけどね、12バイトかもしれないですけど、ん離れている。その中12っていうのは固定的に分かっている、あの要するにコンパイルされたら固定されるあの数字なので、このスタックの現在の位置が、まあ、どこを指すかは微妙ですけど、そこからのオフセットっていうのはコンパイル時に決定されるはずなんですよ、本当は。要するにバイナリーレイアウトというか、スタック上のバイナリーレイアウトとしては固定化されているので、本来はなんかあの別にこんなことしなくても、現在のスタックポインターの位置とから、その決められたその関数ごとのオフセット、あの固定的なオフセットの値であの自動的に計算できるはずなんですよ。だけどその値を、こっからそのコンパイラ非依存で入手することは多分難しいので、難しいというかできないので、なのでまあ仕方がないからこういうふうにあの明示的にあのアドレス演算子だったかな、なんかで、とにかくまあ実行時 あのここに来た時点のこのアドレスとこのアドレスを取得するしかない、こういう形で。なんでここのコストはなんかちょっと無駄な感じはするけど、今のところは仕方がないっていう感じはしますね。VC の場合、確かね、リターンアドレスだったかな、なんかね、あのそういう予約語、あのコンパイラー依存の予約語があって、それを使うと、いや違うな、リターンアドレスじゃないな、リターンアドレスはなんかスタックポインターから逆算して得られる、その戻る先ですね、戻る先のアドレスを取得できるという、そういうなんか特殊な予約語があったりして。するんですけど、それの他にもね、何かね、スタックフレームのベースアドレスを取得するための予約法みたいなものもあったような気がするんですよね。だからそのコンパイラー依存のそういう機能を使っていいんだったら、あの完全に固定された計算だけであの求めることができるようになるかもしれないです。なんですが、まああのIL2C としてはポータビリティを優先するということにしているので、まあ今は仕方がないのでこういう実装にしましょうか。はい、ということで、これで、リンクを2回セットアップしなきゃいけなかったのを1回に減らせましたね。まあそれは関数によって、オブジェクトリファレンスが N 個存在するんだったら、その N 個が1回のリンクのセットアップだけで済むようになるということですね。はい、で次に、まあ、ここまでは、前回までの話のちょっと部分的な最適化をしたような感じなんですが、この後、各、これですね、この、オブジェクトリファレンスが指す先の、インスタンスの中身についても確認しなきゃいけないと。で、今だと、どれだ、対象の方が例えばこのクラスタイプテストターゲットという C シャープの方なんですが、今は、このフィールドがオブジェクトリファレンスを全く持っていないので問題ないけど、例えばこれが分かりやすく言うならば URI ORG みたいな、こういうフィールドを持っていると、そうすると URI ってあのクラスなので、OR1 っていうフィールドが格納されている場合、こいつに何か、インスタンスへの参照が含まれている場合は、それってあのマークスイープのマークをする段階で、そのインスタンスに対してもマークしないといけないですね。でマークできるようにするには、このクラスが、このフィールドを持っているということを知らなければいけない。しかもそれはあのこの C シャープだったらリフレクションでやれば楽勝ですけど、だけど実際には、C 言語に C 言語のソースとして落とされているその構造体の定義からそれが、読み取れなければいけないと
というあの強い制約がありますと。だからどういうふうにするかを考えないといけないということですね。で、クラスタイプテストターゲットってこれなんですよね。C の構造体の定義。で、今は、バリュー2だけがあるんですが、これがまあこんな風になるというイメージです。さっきのこのパブリック URI っていうのが来たとすると、システム URI OR1 と。まあちょっとね、あのシステム URI が今定義されてないんで、あのエラーになっちゃいますけど、こういう感じ。あ、で、しかもポインターですよね。オブジェクトリファレンスなんでポインター。おそらくこういう形になるだろうということが予想できます。じゃあ、これをどうやって知ることができるか。リフレクションはありませんみたいな、そういう話ですね。どうしましょうね。これは、IL2C が変換中、もうちょっと言うな、例えばこの15行目から19行目を出力している時には、このフィールドはオブジェクトリファレンスだということは、まあ、リフレクションの、is クラスプロパティを見れば分かると言えますよね。なので、その時に何か工夫する必要があるということかな。で、何かできるとすると、きっとなんか、ニューオブジェしてる時だと思うんですよ。で、例えば、これで言うなら、実際のコードがここから始まるんですけど、やっぱりなんかこういうコメントが自動的に出てほしいですよね。こんな感じで出てほしいですね。で、しかもここにニューオブジェみたいな感じでコメントが出てくれると大変わかりやすいですね。で、まあ今ニューオブジェはこんな風になるんじゃないかみたいな想定をしてます。今コモンがちゃんと入れられるようになってますね。あの前回の話でコモン入れるようになってます。で、コモン含めたサイズでマロックが加工さ、マロックで加工しますと。で、ここで何かできないかな。まずコモンの中ですね、コモンの中は、ちょっとこれもうちょっとこんな感じ。今まあ GC マークしかないわけなんですが、ここに何か入れるかな。何かと言っているのは結局これに類する何か、ちょっとこれをでね、カットしてこっちの方へ持っていきましょうか。ここら辺にこんな感じのもので、そうですね、どういう風にするかな。エグゼキューションコンテキスト、GC マークがここに入っているみたいな状態にして、で、コモンは実はエグゼキューションコンテキストそのものだったみたいな感じにするとかですかね。計算がめんどくさいですね。ここの、あのターゲットは可変になるので、そこはなんかちょっと面倒ですけど、まあもしそういうふうにした場合ですね、そうだな、ちょっとこの辺の兼ね合いもあるんで、まあそっくりな別の他の方にしておきますか。こういう感じ、こういう感じですかね。GC マークは必要です。でも、このクラスが、オブジェクトリファレンスを持ってるかどうか、N 個持っている、 N 個の中には、ない場合もありえますよね。あの今 OR1 点の足す直前って要するになかったのでこういう状態なんですけど、でもこれってクラスとして成立しているので、やっぱりコモンは必要なんですよね、そこに。どうするかな。必要でない場合はなんかこの辺無駄なんで、なんか加工したくない
起きたくないですよね、本当は。気分的には。でもそれ定量的に判断できるかと言われるとわからないですね。難しいな。GC マークは一番そばに、そばって言ってるのはこいつのこのクラスのすぐ隣、手前側ですけど、手前に GC マークのフラグが必ずあるとかいうふうにすることはできるけど、ここのサイズが結局規定できないから定義が難しいですね。全部手でオフセット計算すればいいんですけど、そうですね。でしかも存在しない場合は、リンクリストの構成をやめるとかいうことを本当にしていいのかどうかっていうのもちょっと疑問は残りますね。なんでかというと、今クラスオブジェクトリファレンスというか、いわゆるクラスの話ばっかりしてますけど、いわゆるCシャープでいうところの構造体、こっちですね、バリュータイプテストターゲットも僕は構造体だったんですけど、こっちにオブジェクトリファレンスが含まれる場合があるんですよ。当たり前の話ですけど、つまりですね、ちょっとなんかややこしいことになってきた。さっき、クラスタイプテストターゲットに URI の OR1 みたいなこういうフィードができるって話しましたけど、全く同じようにですね、バリュータイプテストターゲットにも当然オブジェクト参照が加わる可能性ありますよね。それは C シャープのコードで言うならこれですね、バリュータイプテストターゲットってこれストラクトなんで構造体なんですけど、ちょっと喋っててね、紛らわしすぎるんであれですけど、 C.net の構造体って言うしかないか、 .net の構造体なんですけど、で当然これ今フィールドにはプリミティブタイプしかないですね。だけど例えばこういうふうに URI の OR1 みたいな宣言はもちろん有効ですよ、何も問題ない。そうするとこのバリュータイプ、.net の構造体の中にオブジェクトリファレンスが含まれているという状態が出来上がる。これは、C に落ちた場合こうなって、当然ここにこういうフィールドが生まれると。じゃあ、このインスタンスをですね、これは構造体、.net でいうところの構造体バリュータイプなので、C から、C に トランスレートされた結果としては、テストターゲットこれかな、これですかね。これは違うな、ゲットバリューの実装だからちょっと違いますね。ちょっと待ってくださいこれかな、これだ、あったあった。これは、バリュータイプテストターゲットを使ってる関数ですね。で、これバリュータイプなので、ドットネットの構造体なので値型だから、ローカルゼロっていうのはポインターではなくてこの構造体そのものとして宣言されていると。で初期化もどうなっているかというと、このローカルゼロへのポインターは作るけど、そのポインターが示す先をメムセットでゼロクリアするというのが初期化になってますね。こんな感じで。サイズオブも、構造体の、構造体のサイズそのまま全部ゼロ初期化してますと。で、なんですが、なので、こいつは、クラスと違って、これで初期化終了ということになるんですが、こいつが内部にオブジェクトリファレンスを持ってる場合って、それは追跡されなければいけないんですよね。いやー難しいですね。これの、参照が今ここに、これポインターですけど、ここに代入されてますね。一番最初、最初のコードを、IL ボディの
ここは多分、イニットオブジェだったかな、イニットオブジェなんですけど、これはポインターですけど、これはオブジェクトリファレンスではないですね。マネージドリファレンスになります。で、なので別に追跡する必要はないです。なぜかというと、実体はここにある。ローカルゼロにありますよね。で、スタックに直接、実体が置かれているので、この関数を抜けた暁には、このローカルゼロというインスタンスはなくなりますよね。スタックポインターが潰される、スタックポインターで表されるそのスタックフレームが潰されることによって、まあ勝手になくなると。だからメモリの解放について考える必要はないけど、でももしこの構造体の中にオブジェクトリファレンスが含まれている場合は、そのリファレンスは追跡しなければいけないですね。なので、これ自身は監視する必要はない。それからこのポインターはこいつに対するポインター、ただのポインターなので、これも追跡する必要がない。なぜならこいつは抜けた時に勝手に消えるから。だけどこいつの中に含まれているオブジェクトリファレンスについては追跡する必要があると。ああ、ややこしいで、バリュータイプテストターゲットの、定義の方ですね。これ、さっきこういうふうに含まれた場合って話しましたけど、ここのな、この構造体の中には、この追跡するための情報、エグゼキューションコンテキストで追跡するためのこの3つの情報っていうのは、この構造体の中に含まれていないですよね。じゃあ、まあ、追跡できるようにするために仮にですけど、ここにこういうふうに含みればいいじゃないかという話もあるんですが、こんなことしたらすごく構造体が扱いにくいものになってしまいますよね。この余分なフィールドがいきなり生えてくるので、扱いにくいと言っているのは、C 言語から見て、我々が C 言語で直接この C シャープから提供される IL2C が変換した結果、こうやって作ってくれるこのタイプデフストラクトのこの構造体の定義を使おうと思ったら、自分たちがなんか入れたり出したりしたい値はこれとこれなのに、それ以外にこういうこんなフィールドがあるので、これ一体どうすりゃいいのみたいな話になって扱いにくいという話ですね。しかもこれ構造体は、C シャープで定義した通りにでないので、定義した通りならこれだけだけど、定義した以外にもこんなのが出てしまっているので、これをそのままプラットフォームインボークとして使うこともできないという話になりますね。なので、この、オブジェクトリファレンスを追跡するための情報というのは、残念ながらこの構造体の中に含めることはできないという話になります。なので、退場ということですね。なんじゃ一体どうすればいいんだという話で、今の情報はどこにあればいいのかという話になるんですが、その場合ですね、その場合、まあ、これまさにこの例ですけど、この場合、ここに、さっきの無名構造体と同じように、ちょっとコピーしていきましょうか。さっき書いていた、この辺ですね、この辺セットアップのコードありますけど、これと同じような感じで、1から全部やる。ここで。やると言っているのは、IL2C テストターゲットのそのバリュータイプテストターゲットを監視する必要はないけど、このバリュータイプテストターゲットの中に、オブジェクトリファレンスが含まれていることが分かった場合は、それを追跡する。具体的には、今これシステム URI の定義入れましたよね。なので、システム URI1 個だけしか追跡するものがまあなかったと仮定するならば、システム URI の、ポインターのポインター、合ってるかな、合ってるよね、合ってる合ってるで、POR1 みたいな感じで、ちょっとシンボル名をね、どうするかあれですけど、でファンクションコンテキストはとりあえず1個しかないですと。この関数内で使われているオブジェクトリファレンスは1個しかない。トータルでこれの中まで含めて考えると1個しかないので、1個だけでカウントは1入れます。そして、POR1 はどうするかというと、ローカル0の OR1 ですね、 OR1 のアドレスをここに入れる。
書いててね大丈夫かなって気はちょっとしてるんですけど、でまあセットアップとしてはポインターのセットアップは1個だけでこれでいいと。であれですね、あのカレントコンテキストに、リンクリストを結合するというような感じかな。でカレントコンテキストをここで元へ戻すという操作が必要です。ションコンテキストのプレビアスと、これで元へ戻ると、こういう感じですかね。はい、そうすることによってこのバリュータイプの中にオブジェクトリファレンスが含まれる場合はこれで問題ないという話になります。まだありますね。バリュータイプテストターゲットの中にさらに別の構造体があり、その構造体の中にオブジェクトリファレンスがあるような場合はどうするんだという話ですね。そうですね、どうしましょうねそれね。内部を全部再帰的に探索するしかないですかね。その再帰的に探索するのは IL2C の実行時なんで、まあそういう意味ではリソースには余裕があるから別に再帰探索したって問題はないですね。それもテールコールがない C シャープで探索してもまあ別に大丈夫でしょう。ちょっとぐらいのことは大丈夫なので、そのこと自体については問題ない。それをフラット化してこんな感じで一個一個、ポインターをセットアップするみたいな。まあただしこのポインターはこのポインターのこの名前ですね、この名前はなんかユニークな名前にならないといけないですね。もうめんどくさいから、これまあターゲット1とかターゲット234みたいな感じで、まあインクリメントされる数字でもいいかもしれないですけどね。ターゲット0000がいいかな。こんな感じでね、もう固定的にやってしまうみたいな感じでもういいような気はします。そこまでやれば、そうすればすべての探索可能な、オブジェクトリファレンスを、まあ、総ざらいチェックできるというような感じになりますかね。いやーめんどくさいですねめんどくさいですね。あと考えもで、あ、ごめんなさい、それでオブジェクトリファレンスを探索しなければいけない別のパターンがあるんですよ。それはさっきひょっとしたら気になった方はいるかもしれないですけど、どれだったっけ、これだ。ちょっとこのクラスタイプテストターゲット今戻ってきましたけど、今インスタンスフィールドの話をしてましたよね。インスタンスフィールドにオブジェクトリファレンスが格納される場合はそれを追跡できるようにしたいという話をしました。これどうするのかという話ですねこれねかなり話が出る話なんですが、つまりこういうことですね。下と区別するために分けときますか、この感じでね。はい、スタティックなフィールドにオブジェクトリファレンスが含まれる場合、こいつは一体いつ探索されるのかと。で、我々が今見てきたやつは全部インスタンスフィールドに対する操作なんですけど、その時にまあなんかこれチェックすればいいんじゃないの、同じそのクラス内にあるスタティックとかインスタンスとか関係なく全部チェックすればいいんじゃないのっていうのは、まあそれも方法の一つとしてはありますけど、でもまあ無駄ですよね、そのチェックが。スタティックって別にインスタンスに紐づいてないので、いつでもチェックはできるし、そのインスタンスに紐づいてるかどうかっていうタイミングでチェックするのは逆に頻度が高すぎますよね。なので、これはまあできれば分けてチェックをしたいと。っていうような場合にどうするかなんですけど、そうですね。
何を言ってるかというと、C シャープでスタティックであれば、これは初期化されるタイミングはタイプイニシャライザーとかで初期化されると、あと、いつでも、このクラス名を頼りに、クラス名 .orh とかいうふうにすれば、この URI があるかどうかみたいなものは分かりますよね。で、C 言語にこれが落ちると、この value 1の例で分かるんですけど、value 1が変換されるとこうなるんですよね。はい。エクスターンで、こんな感じで公開される値になりますと。で、これに対応する C のコードは一番上の方に出ているんですけど、これですね、これ。こんな感じでグローバル変数として定義されていますと。じゃあ、システム URI がある場合、システム URI の円のポインターみたいな感じで、IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲット OR1 イコール、ちょっとこんな風には C では書けないですけど、一応書いておくと、システム URI みたいな、まあ、何がしみたいな感じの、まあ、こんな感じの定義になるはずですよね。で、これって、今までは関数に入ってきたらチェックするとか、そんな話をしてるんですが、これってチェックのタイミングがないんですよね、まず。で、チェックするには明示的にこのシンボルを参照するコードをどこかに書かなきゃいけない。一番わかりやすいのはこのマーク&スイープのところに直接書くみたいなことはありえますよね。例えばですけど、難しいな。エクゼキューションコンテキスト。難しいですね。グローバルコンテキスト。テキストのプレビアスはないです。ターゲットが、その前にカウントがいりますね。カウントは、まあ、とりあえず1個。そしてターゲットが、ターゲット0でいいか。が、こういうこと。こんな感じですかね。これが、システム URI へのポインター、へのポインターを取得して、それを、ターゲットの0番目のところに入れるみたいな感じですね。一応これでセットアップできたんで、ちょっとプレビアスのルールは違ってたな。これでセットアップができたから、じゃあ、カレントコンテキストをプレビアスに入れて、コンテキストにグローバルコンテキストを入れてやれば、これでリンクが成立したってことになるかな。ですね。で、しかも、これ本当はマークスイープにあっちゃいけなくて、このプログラムが起動するとき、ただ1回、このコードが実行されればいいですよね。ごめんなさい。こいつか。メインどこ行ったっけ？これか。メイン。ここで、ルーズコンテキストを用意しています。この直後ぐらいかな。この直後ぐらいに、このコードを入れてやると。いうふうにすると、そうすると、まずルートコンテキストは、これは終端を表しているのでいいとして、で、そこから、そのグローバルな、
オブジェクトリファレンスですね。これはまず要するにスタティックなんですけど、スタティックのものについて、コンテキストを生成して、で、リンクリストを結合して準備を行うというのをやらなきゃいけないと。で、まあ、やらなきゃいけないんだったらやらいいんじゃないのと言うかもしれないですが、これメインなんですよ。でもメインのコードを手、コードに手でちまちまこんなことを間違いなく書かせるのかと。でしかも、これって、スタティックなメンバーがあるだけ宣言が必要ですね。このターゲットが、まあ、カウントとかそうですけど、まあ、実際にはこれエグゼキューションコンテキストをこうやってなんか ただ単にポンと置きましたけど、これ本当は、サイズが可変なので、ちゃんとマロクとかで確保するか、正しいサイズのものとして、置いておかないといけないですよね。で、これも今しかもスタックに置いてあるので、それもいいのかみたいな話があり、いろいろあるんですが、まあとにかくこういう初期化コードを置かさなければ置かないといけないので、なのでそれはちょっとこう手間としてかかりすぎかなっていう気がしてます。で、なのでこいつをいかにして自動または半自動でできるようにするか、僕が今イメージしているのは、例えばボイドイニシャライズイニシャライズ GC みたいなメソッドが自動的に生成されて、そしてその中にこの必要な初期化が生成されるので、ユーザーはメインを書くときに最初にイニシャライズ GC というふうに、最初にこれだけ呼び出せば、そうすればこの辺のなんかよくわかんない初期化とかは、まあ、全部自動生成されたコードによって勝手にやってくれますよという状況に持っていけると一番いいかなというふうに、思っています。で、もうちょっと言うなら、これ初期化を行うときにですね、このクラス、例えばこれで言うとクラスタイプテストターゲットですね、こいつが今これたまたまオブジェクト参照がここにあるってことが分かってるから、まあ、こういうコードを出力するって話なんですが、でもこれってこれをやる前にこいつに対して、初期化しておかないといけないですね、値を、つまりこれはフェーズ2の話で、フェーズ1として、タイプイニシャライズインが必要、フェーズ2として、チェインオブジェクトリファレンスでいいかな、まあこんな感じ、という2つの操作をしないといけない。で、ここでは要するにこんな感じで、ヌルを明示的に入れておくみたいなことを最初にしとかないと、またこれ不定な値が入っていることになるんで、ここで、リンクリストの結合をした直後に GC が走るとまあやばいことになりますね。なので必ずヌルで初期化しておかなければいけない。そしてこの初期化の話なんですが、初期化をするっていうのは実は他にもありましたね。同じくフィールドで、あれ出ないかな、クラスタイプテストターゲット、間違えたな。IL2C テストターゲットのクラスタイプテストターゲット、こいつ今出てない、クラスのスタティックメンバーが出てないです。出てないですね、すみません。消えちゃった。これです、先にじゃあ見てもらいましょう。クラスタイプテストターゲットのこれですね、これ。今言ってた話はこれですけど、この上のイントですね。これ、今、
リテラルの値で123という値が入っています。そして今現状の IL コンバーターは、このリテラルの値を抽出して、そしてこのバリュー1に代入するようなソースコードを出力してますね。ちょっとバリュータイプの場合の例ですけど、これです。この行です。これは、グローバル変数を定義して、そいつに123という値を代入するコードを出してるんですが、そもそもこれが問題だという話を前にしましたね。なぜかというと、この123という数字ってリフレクションで取得してるんですけど、リフレクションの、フィールドインフォに対してゲットバリューというのを呼び出して取得してるんだけども、でもこのゲットバリューをやると裏でタイプイニシャライザーが走る場合があるという話をしました。なので実はこれは良くなくて、まあリテラルの値だということが間違いなく言えればこういう式を書いてもいいかもしれないけど、ほとんどの場合はそうではなくて、単にこういうふうに宣言にしておいて初期化コードで明示的に代入させた方がより安全なんですよね。違う、こっちじゃない、ごめんなさい。さっきのここですね、初期化コードのところで、ここでバリュー1は123という、こういう行を生成させた方が安全ですね。なぜならばこの123という数字はリテラルじゃないかもしれないんですよね。結果的に今123だと分かっているだけで、実はリテラルじゃない何らかの計算をした結果だとか、例えば思いつく例で言うと、タイプイニシャライザーの中でエンバイラメントのなんかゲットエンバイラメントバリアブルとかで、要するに環境変数の値を取り出してきて、でその値をここへ代入してるかもしれないですよね。そういうコードを書いてたとするなら、ここってなんかこんなちょっと擬似的なコードですけど、ゲットエンバイラメントバリューみたいな、バリュー1みたいな、なんかこんなような式をこの初期化の時に実行させる必要がありますね。でこれはもうまさしく、タイプイニシャライザーをトランスレートしたC のコードがここに測れるべきだという話ですね。なのでここって実はまあこうやってヌルを代入したりとかやってますけど、もちろん初期値としてね、このバリュー1をちゃんとした値にするために一旦0を代入しとくとかいうのももちろんありなんですが、多分このフェーズ1のところでこのクラスに対するタイプイニシャライザーを呼び出した方がいいんじゃないかという気がするんですよ。このクラスタイプテストターゲット、例えばこういうことです。CCTOR こんな感じ、こんな行を出力してタイプイニシャライザーが確実に初期化されるようにしてやるのがいるんじゃないかなっていう気がするんですが、これがまた難しくて、このコード自体はいいんですよ。なんですけど、ではですね、仮に IL2C が完成した暁には、MS コアリブとかシステム DLL とかシステムコア DLL みたいなバカでかいアセンブリを変換できる可能性がありますよね。ザクッと一発で、でそうやって変換するじゃないですか。そうするとそんなでかいアセンブリの中には無数のクラスが定義されていて、その無数のクラスの大半のクラスにタイプイニシャライザーが含まれているとすると、でもし仮にそれが全て抽出されて、このイニシャライズ GC の中のこのフェーズ1のところで、タイプイニシャライザー呼び出しに変換されたとすると、これものすごい量になりますよね。これがこんな感じで。で、まあ、これも仮に E としましょう。で、E と知ったとしてもですね、こんなコードが含まれると、これってすべからく全部タイプイニシャライザーの呼び出し、いやタイプイニシャライザーのその実行コードを呼び出していることになるんですが、そうすると、例えばイントメイン
のそのメソッドが何もしずにリターンするっていうだけのコードなのに、タイプイニシャライザーへの呼び出しが無数に生成されて、それに引きずられる形で依存するものが全てリンクされて、いきなり多分ネイティブコードが爆発的にでかくなるんですよ。なのでこのタイプイニシャライザーをここでこういうふうに固定的にハードコーディングされたかのように呼び出すっていうのも実はなんか問題がある気がしています。これは一番パッと思いつく回避方法としてはこのメンバーのメソッドとかにアクセスされるときになんか小さいチェックコードを入れてですね、それインスタンスメソッドでもいいんですけど、インスタンスメソッド呼ばれたらそこの中で、自分のクラスが初めて使われたかどうかを検出して、初めて使われたんだったらタイプイニシャライザーコードを先に走らせておく、1回だけみたいなコードをそこに埋め込んでやる必要があるような気がします。でもね、これもまた別の問題を引き起こすんですよ。なぜかというと、メソッドであればメソッドが呼び出された契機でそれをやればいいんですけど、フィールドの参照ってメソッドのように契機をこうそのタイミングを掴むことができないので、メソッドで単に要するにシンボルで参照されるだけなので、メソッド呼び出しにならないといけない、全部が。で、まあ例えばですけど、我々はすでにロードフィールドとか ST フィールドとか扱ったので分かるんですが、IL コンバーターのロードフィールドとか、ST フィールド、ストアフィールドの IL をやるときにですね、その対象のフィールドが定義されている、デクラリングタイプですね、フィールドが定義されている型のタイプイニシャライザーの初期化コードを、毎回キックする、フィールドへのアクセスがあるたびに。まあ例えばメソッド内ではそれをキャッシュしてもいいかもしれないですけど、呼び出してやる。でタイプイニシャライザーの中で、まあとにかくですね、自分で自らフラグを持っておいて1回しか初期化コードが実行されないようにみたいな工夫はしてもいいかもしれないですね、っていうようなことをやらなきゃいけないんじゃないかという気がするんですが、そこもまた問題があって、言ってることは全部実現できるんですけど、これはなんかドットネットの C シャープの細かい動きとはちょっとと微妙に違うような気がするんですよね。違うというのか、ドットネットの場合、私たちが伺い知ることができないタイミングでタイプイニシャライザーが呼び出されます。タイプイニシャライザーの中でブレークを張って、デバッカーで観察していると、まあ結果的にはなんかそのクラスのインスタンス、そのクラスのメンバーに触ろうとした瞬間にそれが呼ばれているような感じはあるんですけども、それがどのスレッドコンテキストで呼ばれるとか、なんかそういうのって決まりがなかったような気がするんですよね。なんですが、IL2C のこの方法はもう明らかに、その今まさにそのメンバーに、こう触ろうとした時のスレッドのコンテキストで呼ばれるということになるので、この違いはね、なんか微妙に挙動が違う、観測者にとっては挙動が違うような気がするんですよ。まあちょっと細かすぎる話なんですけど、タイプイニシャライザーに技巧的なコードを書く人がたまにいてですね、まあなんかとりあえず動いてるよねみたいな状態を作り出してる場合があるので、ちょっとそのあたりが気になるんですね。そういうコードだと、なんか今やった方法だとうまく動かない可能性が出てくるので、ちょっとそのあたりが気になっています。でも現実的にはその他の方法でやる方法はないような気はしてるんですよね。でしかも今延々とこうやって話してますけどっていうぐらいなんかややこしい話なので、実現もそこまで含めて全部一気にやるっていうのは大変な気がするので、まあ最初はちょっと端折ってもいいかなっていう気もちょっとしています。例えばまず、とにかく、スタティックなメンバー
にアクセスされた場合のその初期化の方法については、一旦保留にしておいて、棚上げしておいて、インスタンスメンバーについてのその GC の扱いが全てできてから、考えてもいいかなというふうに思っています。まあ、そのぐらいで分けないとね、ちょっと分量がいくらでも大きすぎるので、まあちょっとそういう感じで分けようかなというふうに思っています。なので今注力するのは、インスタンスメンバーですね。インスタンスフィールドとか、まあ、そういうのの追跡だけにとりあえず絞ればいいかなと。まあなんか今話した内容をこういろいろまとめて考えていくと、別にこう分けてそれ作業してもそんなになんか致命的な問題は発生しないかなって、別々に作業しても致命的な問題は発生しないかなっていう気がしていますので、まあ作業としてはそういうふうに分けてやろうかなというふうに思います。はい、ということで今回なんかスイープの話する前に終わっちゃったなみたいな感じですね。まあ長くなったんで今回はこれで終わりますけども、次回はいよいよスイープの話をしますが、スイープまあ検討しなきゃいけないことだけ先に触れておくならば、マークフェーズによってその使用されてるやつにマークをつけることができましたよね。でだけど、スイープするのはこのマークがついていないものに対してスイープする必要があるので、マークがついていないものをどうやって検出するかっていう話になりますね。まあ、それは、もう一個別にリンクリストを作って、でとにかくなんかマロクでその確保していったものには全部そのリンクリストに結合するようにしておいて、で要するに確保している全てのコレクションがそのリンクリストでたどれるようにしてやれば、そうすればそれを順番にたどっていけば、 GC マークを見ながらたどっていけばマークがついていないものがわかるので、そこで、その対象のインスタンスを破棄できると判断できるというような手順でやったらいいんじゃないかなと思ってます。そしてそれはこのスイープのフェーズだけじゃなくて、マークの最初ですね、ここにちょうど出てますけど、クリア GC マークって書いてありますけど、これトゥードゥになっていて、これどうやってやるかっていうと、その結局すべてのオブジェクトリファレンスのインスタンスに、の GC マークを一旦クリアしなきゃいけないので、その処理をここに書かなきゃいけないんですけど、それをどうやってやるかって言ったら、まあ、結局そういうリンクリストを用意しておいて、全部の確保済みの、インスタンスをたどれるように しておく必要があるかなということで、スイープのフェーズでもそうだし、このクリア GC マークするときのフェーズでも、どちらでもその全体をこう舐めることができるリンクリストが必要かなというふうに思っています。なので、まあ、そのリンクリストのポインターをそのやっぱり共通の部分に持たせるというような感じでやればいいかなというふうに思っています。じゃあ、次回は、その辺の話、実際にどんな感じになるのかっていうのをもうちょっと、詰めて、また疑似コード書くような感じで確かめたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。